はい、どうも。よし、ということで、行くか。めんどくさいね、ほんとね。どんな通報？いや、一応通報理由は言わないでおく。ということでね、ちょっとこれから運転するんで。コメントとアイテム見れなくなりますんで。はい。よいしょ。ああ、もうめんどくさいな、本当にもう。ほんと暇人がいるからさ。ほんと暇人が多いよね。暇人ってか、まあ、国のね、国のお金で暮らしてる人なんだろうけど 国のお金で暮らして暇だからこんなことやってるんだろうけどさ、ほんとさ、しょうもない、そんなことやんないで働いてね、国のお世話になるなよマジで。ほんとにく場所特定した。いやいやいや、場所は簡単でしょ、こんなの。もう特定はされるでしょ、こんなの。どう考えても。だって普通に、だってさ、ここのマック来るまでの道中普通に映してるんだから、そんなの今の時代インターネットで調べればいくらでもわかるでしょ。いや、逆走関係ない。逆走ではないね。逆走ではないっす。いやー、うん、どうしようかな。どうしよう、もうネタがないぞ。もうネタがない。フットサルとかやってるんですよ。まあ、どんな通報かっていうと、いやもう、まあ、なんかそれを言っちゃうとさ、また通報しだすやつがいるから面倒いかなと思うから、なんか理由あんま言いたくないんですよ。なんかそれを知って、じゃあこれで通報してやろうみたいなのが増えるから、多分。まあ別に大したことじゃないんですけど、ね、全然大したことじゃない。てかむしろ大したことだったらこんなすぐ返されないし、そもそも。ほんとしょうもないことなんだけど、ほんとしょうもないことなんだけど、こういう通報したら警察呼べるっていう知識をつけて、またなんか俺も呼んでやろうみたいなやつが増えたら嫌だから、めんどいから。全くね、あの、なんで、もう本当に大したことないんだけど、そもそも大したことだったらね、あの、そんなすぐ返されないから。そう。ああ、どうすっか。フットサルやってるで。どうしますかね。どうしよう。ちょっとこれ、例えばゲーセンとかでね、配信できたらいいんだけどね。ゲーセンとか絶対電話されるからな。まあゲーセンもぶっちゃけそこまで面白くはなんないんだけどね。
いくつか配信許可が取れるゲーセンというか、まあパチスロ専門ゲーセンみたいなとこは知ってるんだけど、でも都内だから遠いんだよな。パチスロ限定のゲーセンで配信許可取れるとこあるんだけど、でも都内なんだよそれ。さすがに遠いしね、ちょっと遠いんだわ。あとコロナとかもあるしね今ね。だってあれじゃない、だってなんかまた緊急事態宣言がさ、都内とかなんだっけ、都内、東京、埼玉、神奈川だっけ、どこだ、千葉だっけになんかね、やるかもしんないみたいな話出てるんでしょ今。あー、レッテンさんから100お茶バッグ、あ、ポムさんから100お茶バッグ。ちなみに今完全に停止してますからね、完全に今停止してますからね。あ、もう今からちょっと運転するんで、コメントとアイテム見れませんけど、今停止してましたからね。これ訪れしてるか分かんないけど、本当にちゃんと停止したところでしか見てませんから。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、アラブの石油王、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマサヨシアリです。いやー、マジか、ありがたい。どうしよう、なんかネタねえかな、なんかネタないかな。あー、もういちいち警察呼ぶやつか、まあ、頭おかしいよなマジで。わざわざさ、あれだよね、なんかそうやってさ、なんか警察呼んでるやつの顔とか見たいよね。どんな顔で呼んでんのかなみたいな。うぅ、こいつムカつく、こいつツイキャスで配信してこいつムカつくんだよ、根本的にこいつムカつくから俺の何の得にもなんねえけど警察呼んでやるとかっつってさ、やばない、そいつの考え。1円の得にもなんないのに、どんな顔でさ、どんな顔でさ配信見ながらさ、どんな顔で電話するんだろうな。気持ち悪いよなマジで、本当に。絶対女とかできないタイプだわ、男がやってたら。だって女の子がさ、そんなやつと付き合いたいと思うね。インターネットでムカつく配信者を見つけて、そいつにもう嫌がらせしてやろうみたいな感じで、もう徹底的にいろんなとこ電話とか嫌がらせとかしてね。それをもし女の子がね、その男がそういうようなしょうもない、一円の得にもなんないようなことしてることを知ったら、あ、この人素敵だなとか思うと思う。女の子が絶対こいつとは付き合うとか付き合う以前に関わりたくないと思うのが普通だと思う。絶対女とかできないタイプだよねマジで、しょうもないマジで。まあ女の子も元から作れないから、そんなゴミみたいなことしかできないんだろうけどね、まともに働けないどころか、まあまともに働けないからってのもあるんだけど、あと性格にもね難があると思うんだけど、性格にも問題があるし、だから女と付き合えないからこそそんなことやるんだろうけどね。だって女の子と付き合ってね、幸せにハッピーに生きてたら、そんなくだらないことやるよりもね、一円の得にもなんないことやるよりも大好きなことデートとかしてた方が楽しいもんね。こんなしょうもないことばっかりやってるよりさ、もうほんとそうだよ。ゴミみたいなやつがやってんだよ、女もいないゴミみたいな、うんこみたいなやつが。マジで本当にうんこマンじゃん、本当にうんこマンだよ、うんこみたいなやつがやってんだよ本当に。どうせ顔も声もうんこみたいな顔してて、うんこみたいな声してんじゃないのマジで、通称うんこマンだから本当に。
しょうもないことです。こいつ今通報チャンスだとかっつって、電話しないと警察電話してやるみたいな、店に電話してやるとかっつって、うんこマン出動みたいなさ、ここはうんこマンの出番だぞみたいなさ、本当にマジでやめてほしいよ本当に。そんなしょうもないことやってないで、女でも作って仕事して働けばーかマジでよ。働いてちゃんと納税してね、国のね、あのあれですよ、義務をね、納税の義務を果たして女の子作れや。そしたらそんなしょうもないゴミみたいな、うんこみたいなことやんなくなるから。本当うんこマンだよなマジで。うんこマンのうんことか絶対臭いからねマジで本当に。うんこマンのうんことか絶対臭いでしょマジで。人一倍うんこだけは臭いんだよ本当にマジ。絶対そうだわ、絶対そうだわ、言い切ってやるわ、言わしてもらうけど、言わしてもらうけど絶対そうだわ。人一倍ね、本当ね、なんか世の中の役にも立たなくてね、ほんとゴミみたいなことやってんだけど、人一倍うんこの臭さだけは多分とっくピカイチで多分臭いんだろうな、ほんとズバ抜けて、そこだけの、そこだけはもう人とかあたけてるんだろうね、人よりもうんこが臭いっていう。本当暇人だよなマジで。その熱意をもっと他のことに使えばいいのにと思うけどね。もうやることないわ。やることがない。やっぱこれ iPhone5S だとちょっと重いのかな、スマホが重いのか回線が悪いのか分かんないな、両方かな。声のラグもあるっぽいしな。早く iPhone 来ないかな、新しいやつ。いつ来るんだよマジで。になったら iPhone 来んだよ。
どうしよっか。てか今日太ったな、絶対太ったわ。あんだけマック食ったかな。太ったな。もう多分60ぐらいいっちゃったろうな、こんだけ食ってたら。60超えた気がする。もうなんか体重乗りたくないな。でも体重乗んないとな、現実の数値をちゃんと向き合わないと。マジで絶対太ったと思う。よいしょ。あ、そういえばね、なんかね、ヤフートップでさっきね、あの見たんだけど、あれですよ、まあ途中までしかまだ見てない。なんかね、ヤフートップのヤフーニュースになってて、ちょっとちらっと覗いてね、半分ぐらいまでしかその文章を見てないんだけど、なんかあれらしいっすよ。あのね、なんだっけ、なんかさ、インターネットのさ、クレーンゲームあるじゃん。なんていうの、インターネット上で、こう、インターネットで操作して、実際のクレーンゲームで、を操作して、インターネットでね。で、お金払って、景品取れたら本当に景品もらえるみたいなやつ。あれが、なんか内部告発したらしいよ。なんか、どっかの、そこのスタッフが、内部告発で、どっかのなんかね、雑誌かなんかの人に内部告発したらしくて、あれなんか詐欺だったらしいよ、うん、あれ詐欺だったらしい。いや俺もなんかすげえインチキ感半端なかったんだけど、あれ、うん、だってさ、
ネットってさ、結局ちょっとなんかこうボタンとかもラグがあるし、そんないくらでもごまかせるなみたいな。そもそもラグとかあるからそんなかなんかうまく動かせないでしょとも思ったし、なんだっけそこのね、なんか最大手のところがあるらしいんですよ。なんて名前だか忘れちゃったけど、なんかまあそういうなんか業者が 何店舗か、多分何店舗っていうかいくつか会社があって、何個かやってるところが、それの最大手だから本当にトップのところが不正やってたらしいんだよね。だから絶対取れないような設定にしてたらしいよ。もう絶対取れないような設定にしてたんだって。例えばだけど、なんかすごいアームを弱くして、もう絶対取れないようにして、でもなんかこうスタッフがその多分その消費者のふりして、なんかアームを強くしてなんか取ったふりとかもしてたらしいんだけど、でもそれって実際スタッフがやってただけで、スタッフがやった時アーム強くして取れたふりとかもしたらしいんだけど、実際その消費者には取れないような設定してるらしい。であと万が一取れちゃった場合とかでも、だからその商品のなんかその基本的にもう普通の人たちにやってほぼ取れないような設定してるらしいんだけど、でもなんかその取れちゃった場合とかは商品をなんかね、あの発送しなかったりとか、そういうこともあったりとか、あとそもそもなんかそのみんなにその取らせる気がないから、商品の在庫的にも全然なかったりするらしくて、でそれでなんかみんなにもなんかもし仮になんか事故で取れちゃった場合は、その商品をなんかこう届けるのもなんか延滞してたみたいな。いや本当になんかもう完全な詐欺な感じのを、そういう感じで詐欺のやつはね、内部告発でなんかのなんだろう、雑誌かなんかにね内部告発した人がいるんだって。そのそこで働いてた店員がね、店員っていうか社員というか、いやでも俺はあれ本当あれ見た瞬間、俺うさんくさくてしょうがなかったけどね。あれ見た時、いやこれなんかおかしくねってずっと思ってたけどな。だってネットってラグがあるから、そんなうまくクレーンゲーム操作できるみたいな。どんだけさ光回線でさねやってもさ、ある程度のラグあると思うし、それこそね、あの消費者側のネット回線の弱、本当にね弱いような回線でやってたらアホみたいにラグあるだろうから、そんなうまく操作がもともとできるわけないし、である程度のそのラグとかを計算して、こうあもう本当実際にラグがあってね、でそのラグを計算して消費者がなんかこうあれですよ、動かすようなことをやっても、そういうやり方もあるのかなと思ったんだけど、でも結局のところラグってものが存在してる時点で、ある程度なんかやっぱごまかすこともできるわけで、いくらでもさ、なんかうさんくさいなっていう感じがえげつなかったな。うさんくささしかなかった正直あれ。でもあれ俺予想当たってたんだと思って、なんかうさんくさいなんて本当に多分ちょっと不正してても分かんないよなと思ってたもん。ほんま汚い大人やな、マジでね。ほんま汚い大人やで。まあ家帰ってきちゃったんですけどやることなさすぎて。家帰ってきちゃった。初詣行きましたよ。やることないからなマジで。そうどこ行っても電話されるからね。普通に外いるだけで警察呼ばれたりするからねマジで。
もうほんとしょうもないことで。いやそれこそやばいよ本当に。例えば外配信してるじゃん。外配信してたらなんかこう不審者がいるとかっつんで通報されたりするんですよ。もうそしたらもうさ、何もやってなくても警察って来るから、不審者がいるって言われたら。でなんかスマホ持ってる人ですみたいな感じで多分言うんだろうと思うんだけど、スマホでなんかこう、であとは俺のほら特徴とかさ、うん、まあ、例えば身長とか見た目とか着てる服装とか多分言ったりするんだろうけど、なんか不審者がいますみたいな感じで言われたら、もう俺が何やってなくてももう警察来ないといけないわけじゃん。そう。そういうパターンの通報とかもあるからね。マジでめんどくさいよ。お年玉企画って何？ああ、あのふわっちのやつ、あれ企画っていうかあれでしょ、あのアイテムのやつ、あれはまだね、あの付与されてないっぽいんすよ。あ、お茶どうも。どうしよう、一回終わる、一回ってか終わるか。もうちょっとネタがないからな。家帰ってきて何もやることないからな。ちょっと申し訳ないけど終わるか。もうネタがなくて本当に。まあ、とりあえずね、七輪とね、たこ焼き器買っとくんで、うん、まあそれが来たら七輪のやつとたこ焼きやろう、うん、じゃあ終わりますか。いつものことってか、いやでもほんとネタが切れるんだよなマジ。どこ行っても電話されるし。じゃあ皆さんお疲れ様でした。終わります。まあよろしければね、ツイキャスアカウントフォロー、ツイキャス通知登録、ツイッターフォローお願いしますということで、お疲れ様でした。おつおつ。